では今日の言葉は「創世記の七章13節より24節まで,で。いいですかじゃあ声出してどうぞ。 まさにこの日、ノアも息,息子のセムハム・ヤペとノアの妻、この三人の息子の嫁たちも白舟に入った。彼らと共にそれぞれの獣、それぞれの家畜、それぞれの地を這う者、それぞれの鳥、小鳥や翼なる者すべて、命の,生き,の生きを持つ、これ,れ日本語訳が霊となってますが、生きです、息命の生きを持つ陸ならも者は、 2つずつノアのもとに来て箱舟に入った。神が命じられた通りに、すべて肉なるもののオスとメスとが来た。主はノアの後ろで塔を閉ざされた洪水は。洪水は40日間地上を覆った。水は死体に増して箱舟を押し上げ、箱舟は大地を離れて浮かんだ。水は勢力を増し、地の上に 大いにみなぎり白船は水の表を漂った水はますます勢いを加えて地上にみなぎりおよそ天の下にある高い山はすべて覆われた水は勢いを増してさらにその上中五安間に達し山々を覆った地上で動いていた肉なるものはすべて鳥も家畜も獣も地に群がりはう者も人もことごとく生きだえた 乾いた地のすべてのもののうち、その花に命の生きようと霊のあるものはことごとく死んだ。地の表にいた生き物はすべて、人をはじめ家畜くはうもの、空の鳥に至るまで拭い去られた。彼らは大地から拭い去られ、ノアと彼と共に運ぶにいたものだけが残った。水は百五十日の間、地上で勢いを失わなかった。アメン。 祈ります主なる神様この時間もあなたに全ての感謝と喜びをそして栄光をおささげしあなたから聞く者あなたを信頼する者そしてあなたに従う者ともが日増しに信仰が厚く正しく強くなりあなたと共に歩むことができるものとなりますように。 この礼拝を通して今までのすべてのしくじりや罪を全部拭い去っていただきあなたの流された知性によって愛する者どもの霊魂が清められ強められ主の精霊との交わりとそして主の精霊の中にて 信仰生活ができるものとなりますよ助けてください助けてください私たちのすべての弱さを聖霊の力で助けて神のこともらしく生きることができますよ祝福来てくださいこの時間も聞く耳悟る力を主の聖霊によって愛する者どもに満たしてください御言葉が耳に聞けてくるときに信仰によって 受け付けて霊の糧となりますように助けてくださいイエスキットの皆でお祈りいたしますアーメンハレルヤえー、私はしもべと呼ばれて、えー、間もない時にその時は 朝起きるとまず3時間祈るんです日曜日も礼拝ではない日曜日も3時間祈ってから教会に行くある日礼拝が終わって午後につくにある市教会に例の教会の牧師たちがいていた時にこのワゴン車に乗ってワゴン車いっぱいに人が乗っていつも リブの礼拝をつくばでやってましたその時にサモニーと私も後ろの席に登場しましたが車が出る寸前にサモニーがいきなり「降りましょう」と「降りましょう」と誘われて手を引っ張られたんですそれで私は訳もわからなく降りたんです「なぜ降りるの?」と言った後から聞いたら。 いや急に感動があって行きたくなくなった。それで行かなくて車から降りて百貨店行って買い物してそれからおいしい夕ご飯食べてゆっくりと家に帰ってきた。帰ってきてからもう少し経ったら担任牧師から電話がありましていきなり大声で何 神様があなた方の夫婦だけ愛しておられますかと実は今日大変ひどい目に遭いました二人の夫婦が降りてから車は筑波に向かって常磐道路を走ってました途中で車がカードレールをぶつけて事故になって 大地になってしまい妊娠していた人が一人いたんだきしまいが妊娠婦の用水のというものが全部腫れて出ちゃって流れ出て,てしまいそのまま病院に運ばれたと。でみんながもうパニックになったパニック高速の上でカードレールにぶつけて車が地庫にあったからです。 それ以上のけが人はなかったもののみんなが本当にびっくりしたようですねその車に乗っていた人々たはみんなびっくりしました、ね、下手すればもっと大きな事故につながったかもしれないしかし私たちもその車に乗っていたならば同じ目にあったはずですが途中で女房のおかげで降りちゃった降りてよかった 降りて我々はショッピングを楽しんで夕食れを楽しんでゆっくりと家に停通して帰ってきたらこういう電話があったんですよ。その時いろいろと考えさせられましたが選択によって左右されます私は霊的な女房のおかげでチコに遭う車から降りたんだけど その車にそのまま乗っていたならば彼らと共にチッコに会うことになっていたじゃん。じゃあちょっと隣の顔を見て今あなたの隣に座っていていいのかな<笑><笑>隣の人が誰だろうかこれすごい運命を左右する話です。<laughs> そうでありません人が誰と あって誰と同行して誰と生きるか会社はどの会社を選ぶか乗る車は何を選ぶかいろいろその選択によって運命が左右されますから人の人生はねある人は本当にあなたに出会ってよかったと結果的にそう言える人がいればある人はあなたに出会って俺の人生最悪だったとか。 こういうこともたくさんあるわけで。韓国の国際グループという大きな企業がある瞬間に空中分解もうそれを知っているとは全部同じ言葉で表現してますね空中分解だとこの間もある人に聞きましたけどその話やってたらもうみんな言ってるんですよ空中分解させられたと。そのようにえ飛んでる飛行機をミせるルで打って分解。 空中で爆発させるかのようなこういう形で何万人もの社員がいる会社がもう一瞬に倒産してしまった倒産させられた時に空中分解させられたと言ってますその会その国際グループの会長の奥さんはもう木が狂ってしまう木が狂ってしまった実際にある日突然 そういう人目にあったからでまだ国際グループの全ての社員たちも全部ある瞬間に運命が変わったんですよ、うん、その時の政府の、うん、政府の支援を受けていた会社は堅く立っていく中で例のグループは空中分解させられたれで運命が 左右に分かれてしま理陸的にも霊的にもえ人が誰と出会うかどういう環境にいるかいろんな選択によって運命が左右されることを我々はもう経験してきてるはずなんですそうでありませんか、うん、霊的にも一緒なんですよ。霊的にはさらにそうなの永遠なる運命が左右されてしまいますから。うん、今日の 皆さんが読んだ本文の話はノアとノアと彼と共にいた白バにいたものだけが残ったという表現ノアとノアの家族そしてノアの家族によって選ばれた彼らの所有となった獣家畜、つく遥物鳥などの全ての生きあるものの だってずついなるもの、メスとオスの、彼らに選ばれたものまでは、全人類が滅ぼされる中でも、獣も家畜も守られ、救われましたけども、彼らと共に箱骨に入らなかった人々は、人間までをも構造によって、毒入りされて、絶滅させられてしまったと,いうこと。信じますかこれは、これはね、 実にああった記録でありこれは伝説ではありませんよ。聖書には伝説のような話が結構たくさん出ていまして、聖書を読む人々が伝説扱いする、うん、場所がたくさんありますよ。でも伝説ではなくて、これも父にあった歴史の記録であると皆さんは信じた方が自分に益ですよ。有益だと。 アーメンです、うん、神の言葉は聞こえてくる時には全て命を勝利を与えるために幸せを与えるために聞こえてくるんだけども時が満ちると時が満ちると裁きを伴うんですよ滅ぼしを伴うんですよアメこれにも「ーメンできますかす聞こえてくる時に信仰によって受け入れた人は 聞こえてくるときに命と幸いと祝福を約束しているとおりに、結果的にそうなりますが、聞こえてくるときに無視する人々は、この言葉が最後の時を告げる瞬間、神の口から出る、神の口から出る言葉の剣が、神の言葉に従わなかった人間どもと戦うと戦うと、ユダヤ書の一章の18以下にあることを、 信じますか皆さん、ノアとともに箱堀に入れた8人家族は約90年から97年ぐらい、ノアが子供を1年、毎年1人産んだとしましても97年間、あれは3人の子供を 三つ違いで約9年か10年にかけて産んだとすれば90年。皆さんならどう思いますかノアが子供を3年年違いで産んだと思いますかならば9年がかりですが。あるいは毎年産んだと思いますかならば3年。だったら90年から約97年間。 ノアは箱舟を神の言葉通りの寸法に合わせて作り続けていたと言うこと言葉ではこうですが皆さんと私の今日今日の信仰生活を見てみ,てる,見てみ,る,見てみるとねノアの信仰はすごい全人類が飲み食いしたりめ取ったり嫁いだり子供産んだり肉の世界の増欲のために 日々日々を生きているその時に毎日箱舟を作り続けて90年から約97年たちまで同じことを繰り返していたのそして人の人々にあなた方も箱舟を作りなさいと福音を伝えながらよこういう生活が継続できたということそして洪水が 世にある高い山々を覆い隠してからも、さらに通行。あんま、もう疑う余地がないの。聖書は。エレベストのような高い山は覆われてないでしょうというふうに考える人もいるの。しかし、聖書ははっきり程度はっきと、すべての高い山を全部覆ってからも、それからも水が通行。あんま、もう高く余ったという。ハレルヤー。アメン。 こういう聖書の記録をそのまま認める必要がありますよ。ちっちゃにその時の状況をありありと描いている聖書の言葉を抜きにしてそんな店がどこから雨が降ってくるんだよとこういうふうに疑うんですよ。じゃあ問題はね人世の人々が本当に今日こんにちはもう過半数であってもすぐついていくので過半数。 過半数の人が手を挙げるところへすぐついていくような信仰。ちょっと状況が悪ければ、都合が悪ければ、すぐイエス様の言葉は後回しにするような時代の中で考えてみると、ノアはチェンチンヌイが拭いされて滅ぼされていく中でも救われるのに本当にふさわしい信仰を毎日のように見せ続けていたということ。それが結果的に証明できたんですよ。 結果的になぜなんでしょう洪水が起きた時にそれが証明できる。普段は愚かなように、バカ者にされていたかも。んで ?90 年以上経つまで何にも来ないのに、毎日同じ福音をいえだいら同じ箱舟作りばっかりしているノアの家族が愚かに見えたに違いありませんよ。ですから、ノアの8人家族、直系家族以外は全部ノアの言うことに従わないで、 自分勝手にほぼ歩いて、陸の時を、人生を楽しんでいただけですよしかし、ノアの8人家族は本当に気真面目に、ね、もうバカだと言われたに違いないの、こういう生活を継続して、雨が40日、40, 40夜、ね、天の扉が、深い扉が開いて、 雨が地球上のすべての高い山々を覆ってからも25万万もえ水がいっぱいにみなぎるようになるまで雨が降り続けてきたその時に船が山から浮かんだと。ハレルヤ。船が山から、すなわち大地から浮かんで水の上を漂うようになった。信じますようにまず、こういう伝説のような話が 昔もずっと今まで昔からあり続けてきまして今から後に皆さんと私が生きてる間にさらにすごいことが起きるんですよ何がイエス様が空中に来られこういう信仰の準備ができたものだけが挙げられてあとは起きじゃいにされると7年間何がこの地球上を襲うんですよこういう信仰を信仰の柱としてしっかりと立てて毎日を生きて運命が左右される ある瞬間がや、運命の時がやってきた時に、あなたはさらわれる人にならないで、救われる人になりますように、イエスの皆で祝福をします。いろいろ口実があって、すぐさまアーメンと従うことができる人々は、申し訳ありませんが、その時に、白舟に入るのは難しいですよ。信仰は、牧師が皆さんにえ、強制するもんじゃなくて、 自ら進んで神に立ち返って従うのが信仰なんですよ。信仰は牧師の信仰だけ素晴らしくあっても意味がないの個人個人の信仰が素晴らしく、いや、正しくあるべきだ。正しくあるべきだ。なぜ、ノアの箱船はとうとう水の上に浮かんだの水の上に浮かんで大地を離れて、水の上を水面を漂うようになったんだけども、その時にもし、 見事は通りに寸法通りに作らず手の木があったとすれば穴があったとすればあるいは形が8人入れない斜めしか入れない形だとかまあ船を作ると言われて作るんだけども世にあるすべての生き物のついなるものをメスとオスとすなわちついなるものを全部連れて入る巨大な箱根なんか ああそんなの作れないよと思って、8人家族だけが入る、あるいは7人しか入れない、他の動物は何一匹も連れて入れない、そういう間に合わない船を作ったとしましたら、そして穴が開いている、そういう寸法通りに作ってから、箱骨の表も、外側も内側もアスファルト。 アスパルト、今の接着剤で,接着量でえ、接着剤で全部穴を埋めた。なぜ水漏れがないように。せっかく作ったのが水漏れがあると、どうなりますかまだそのうち船が沈んでしまいますよ。でも、結果、ノアがどのように徹底して白船を寸法通りに作ったかが、洪水が起きて、 船が大地を離れて水の上を漂うようになったその時に表明できたんですよ。それで150日間持ったんですよ。150日,150日持っても水漏れがなかったの、アレルヤそれで全人類が滅ぼされているでなくて、ノアの家族だけが救われ、ノアの家族と共に運ぶに入った、ついなるあらゆる動物のオスメスも共に助かりましたよ。 あらゆる生き物のおす,すめ様までも全部助かる中で人間どもは滅びていたんですよ。全人類は。これ何を意味するんですかドアの箱舟に共に乗ったものは誰でも幸いだったんですが、その箱舟に乗らなかったものは誰でも不幸になったということこういう結末に世の中はなることになっています。これからも。 これは一つの出来事であって、世の終わりには全てが完全に終わってしまう日が来るんですが、我々が生きているこの時代であることを信じて、それに備える人が幸いであることを信じますようにかさ。たび重なって聞こえてくる天の神からの見声に耳を傾けて、信仰によって霊的な準備が見積もりもなく着実にできる人だけが、 幸いだろうと。信じる必要がありますよ。アメン。人々がそういう準備をしないのは、青空を仰いで見たら、こんなことがあり得るかと。感覚的にはそう思っていますから、準備をしませんよ。あり得ないことだというふうに思うからよ。天から雨が降ってきて、全人類をさらおう。拭い去って、これは滅ぼす。考えられますか と小村に火の雨が降ってくる火の雨が考えられますか考えられないから信じませんよ。でも、時が満ちると考えてなかったことが起きてしまうと、今のうちに信仰によって受け止めて、いざとなった時に一つしかない皆さんの命や家族を守る人になりましょう。アメン本当にアメンですか本当にアーメンならば。 ックの思いをく,たく言ってわかりますそして自分の霊魂に何が有益であるかそれを間違いなく選択できる知恵と神の言葉による知識を持つべきだし選択したものを守っていく信仰の力も主の精霊から注いでいただく毎日を大えに祈って送るべきだろうと信じますように主イエスの皆で祝福いたします。な 時を逃した人の運命がどうなるか皆さん分かってませんでしょう。ある種が教えておかの。おかゆいっぱいに長子の権利を譲った誰ですかヤコブの兄のエサブが、もうやられた、もうしまったと思った自分がやられたと。 あっけなく、調子の権利を奪い取られたと、祝福のすべての権利が役ブに移されたと、いうのに気がつく瞬間に彼はむせび泣きますよ。むせび泣きながら、お父さん、私のためにも祝福していって私のために取っておいた祝福は、これプチも,もうありませんかと。むせび泣きながら叫ぶんだけども、お父さんである誰ですか、ヤコブとエサオのお父さん。 一作すらもう、もうどうしようもなく、どうしようもない。なぜ、済んだことだからや。主がそれを教えてたの。その時の餌をの叫び声、お前わかるのかと主が私に聞いたの。それを皆さんに伝えるべきだと。何を時を逃した者が永遠に泣きあめく時の叫び声、それをありありと感じて自分で、そういう感覚はわかる人になるように皆さんに教えると、イエス様に言われたんですよ。 みんな一緒に最後のチャンスを逃して、エサオのように泣く人がいないように、エサオのように泣きまめく人が出ないように、その時のエサオの気持ち分かるのかと言われたの私。分かんないね。なってみないと分かんないの。大体想像するだけで本当にご本人が、もうすべてのチャンスが終わって、 鉄棒、あらゆる希望が全部断たれて、もうこれ以上希望、ゼロの状態に入ったのに気がついた人間のその時の気分感情、気持ち。エッサオのことが理解できれば、エッサオのその時の気持ちが理解できれば、皆さんの信仰は後ろを帰り見ない。天に向かってまっすぐに走れるはずでありますが、選択は自由ですよ。選択は自由なの。 それまで神様が共要することはできませんからよ。選択は私たちの自由意志にありますよ。右を選んでも、左を選んでも、皆さん、ロトが、そしてその家族が、アブラウムと共に生きる生活を選んでいた時には、苦しいことがあっても、ついには、家族は増え、しもべが増え、財産が増え、そしてついには、 幸せのあまりに、繁盛のあまりに悲鳴を上げるようになったら悲鳴よ。ああ、もう狭い。4畳半人、人前に住んでいた人が6度になる。ああ、もう6度の部屋くらいあればもう十分だ。もう,ああもうそれじゃ求めない。6度になったら今度は8度が欲しくなる。 八つの部屋になったら中畳が欲しくなる。いや、二だの部屋が欲しくなる。いや、二つ部屋あればもうそれ以上もうも求めない。満足します。しかし、二つになったらまた三つの部屋が欲しくなる。ああ、もう三つの部屋で生きられない。生活できない。苦しいよ。救急所だからもっと広いとこへ。これは何の悲鳴ですか、俺何の悲鳴。みんな一緒に幸福の悲鳴。 ロトとロトの家族がアブラムの影響権にあるとき、アブラムと共に船に乗っていったときに、アブラムと信仰の道を共にしたときには、ひましに幸福の悲鳴をあげるようになったの見ど。認めたくない顔ですね、みんな。認めなさいよ。アメン。ロトがアブラムと共にいる。 苦しいことたくさんおら。なんでアブラムの信仰についていかねばなりませんでしたからよ。あのエジプトまでくるくる回ってきたのそれでもアブラムにとにかくついていたときには、行けば行くほど繁盛しましたと。認められますか認められなくても頭で,生産で計算できなくても、信じますように。ついには彼らはアブラムから離れていきます。ソドムとコムラのもっと素晴らしい 当時は主のそのエデンのそのように潤った定地一角をいった見みしていやあそこならアブラムと共に生きるよりもっと豊かな生活ができるだろうと思って自ら選んでいたソドムとコムラで彼は最初は良かったと思うよかったアブラムといろいろと苦労しましたけども大変ソドムとコ村ラ <laughs> もう肉体できるも楽だし何でも許されるし信仰生活祈りいちいちやらなくてもいいしよかったと思って彼らはハレルヤ最初はねハレルヤやったでしょハレルヤ主の栄光を返していたはずのロトもしかし日が経ちましてだんだん時間が経ったらアブラムと共に霊的な生活主の御心に従う生活からだん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 ,だん離れて気づかぬう,うちにロットの信仰はどうなりましたか となりました神がソドムとコムラの人々の罪、はびこる罪をこれ以上見てられない、もう限界を覚えられて、その町を異様の火の雨を降らして滅ぼそうと計画したときに、ロットの信仰、ロットとロットの家族の信仰の状態は、自分たちの信仰では救い出していただけるような信仰状態にも、状態じゃなくなってしまっていましたよ。もしアブラームが、 取りなしているアブラムがなかったとすれば、ロトは、そしてその家族は、ソドムとコムラの住民とともに、イオの火の雨に降らされて、滅びてしまったはずであることを認めて信じますように、イエスの皆なで祝福いたします。神がソドムとコムラの町を滅ぼそうと計画した、その時に、アブラムの信仰。 を帰り見て、ロットの家族に2人の天使を送ったことを認めますか認めますかそうなんですよ。一応の間にか、アブラムを離れたロットとその家族は、神様に救っていただける信仰から離れてしまいましたよ。気がつかないうちによ。目に見えた生活の中ではアブラムよりロットの方が住みやすい環境。 肉体に自由が与えられ、自由奔放に生きれる環境だったんですよ。理解できますかみんな一緒に肉の自由が、霊的な自由を保障するわけない。こういうのは当たり前のように、させるべきは当たり前。何でもいいと許されるときに危ないんですよ。危ない。 神の言葉に縛られて、取られて、生きる時が一番安全だと信じますように。アメンすべては許されていますが、皆さんと私が何を選んだかによって、運命が左右されますよ。神の言葉から離れて生きる時が自由に見えますが、神の言葉に取られて、縛られて、生きる時が永遠なる自由を、 する道だことを今、悟りまして、皆さんの霊的な生活や知識に問題が絶対に起きませんように、主イエスの皆で祝福いたします。あめん。何でも許されるのが愛祝福自由じゃなくて、デクの思いは許されず永遠なる霊子のために神の言葉が 我々を支配するように、こういうふうに許されるのが、こういうチャンスが、こういう声を聞く時が与えられるのが、これが勝利、主国であると。悟りますか、うん、まこういうのは理解できないから信じるしかありませんよ。なぜ、いちいち感覚で、気分で、感情で、肉の思いで理解してから、ついていこうとすれば、地獄行くまで間に入いませんからよ。 それが分かっていて遅刻行く人は一人もいないの。みんな気づかずに生きるから、こんなの悟らずに生きるからよかろうと思って頑張ってついには行っちゃうんですよ。信じまして、ロトがアブラムと共にいた時が、ロトの人生の最盛期であったことを信じますように、ロトの霊魂が神様に認めて覚えてもらえる瞬間であったことを信じますように。アメン 選択は大事なの選択が。何を選択するか。すぐさまその場でさばいたら地獄に生かすしかないから、神は長く待っていってくださるんだけども、時間が長く待っていてだから、時間が長引いたらどうでもいいと、自分が許されてると、認められてると勘違いするから、それも問題ですよ。意味が分かりましたかもう一度ゆっくり話しますよ。すぐさまさばいたら、 神様が判断したら、さばいて投げるしかないから、地獄の日に。神様が食い改めて立ち返るまで、長く待っていたはずのゆっくり。問題は、長く待っていてくださるのが自分が認められているというふうに勘違いするところが問題です。神が長く待たないですぐさばいてしまったら、毎週足一本がなくなりますよ、皆さんと私は。 毎週目ん玉一つがなくなったり、足一本が取れたり、うん、指一本がなくなったり、なんで、罪を毎週犯すから、一週間ぐらい経つと、もうみんなあっちこっち包帯巻いたまま現れる。いや、病院に今寝てるかも。こういうことが起きるから、神様は全部ゆっくり待っててかるの。首いためて立ち返るまで。首いためて立ち返るまで、足一本、うん、指一本折らないで待ってるの。 待っているのが認められていると勘違いしちゃいけないという意味ですよ。アーメンですか認められているから何も起きてないというふうに勘違いしちゃいけないということなの。そのうち早く、早く言葉に立ち返って、御言葉通りに白骨舟を作るノアのようになるべきだという話ですよ。雨できますなぜアブラムを離れたロトの人生が、運命がどうなるか。 皆さんと私は聖書として悟ったはずなの悟ったロッドがアブラモと共にいた時き、肉体的には苦しかったのなんでアブラモはおじいさんだったから、おじいさんの言われる通りにしないといけなかったから。自由はきかなかったでしょ自分勝手にできなかったでしょいろいろ干渉されたから。あれもためだ、これもためだ。おい君しっかりしてをこうすべきだ。いろいろ。 しかし、それから、そういう感触から離れて、ソドムと小ラ行ったら、そこの町の人々はみんな自分勝手に、地方本部に生きてるの。だから、すっごいアブラームと別れてよかったと思ったはずなの。いつまで、2人の天使が使わされて、この町から逃げなさい、命がけて逃げなさい、と言われるまではよ、大丈夫だと思って行きてたいかしかし、そう言われて、 最後が告げられたソドムとコモロの町から離れなさい命がけたと言われた時にはもう信仰を作る余裕が残されてなかったのなんで二人の無垢は神の言葉に対して冗談だと思ってあざわる人間として生きていたし奥さんすらも神の言葉についてくることはできない途中で帰りみて師匠の柱に返してしまうこういういい限りなくてこれもとんでもない信仰に転を着てましてこ自分も そこからやっとの思いで逃れて、あとはまだ油断したって。娘にぶどう酒飲まされた、飲まされっぱなしで酔ってしまい、娘が2人が、娘2人が自分の寝床に入ってくるのも気づかぬほど酔っ払ってしまって、霊的に完全に崩れ落ちたの。結果、産んではならない、神の民族、イスラエル民族の、 永遠なる大敵であるアンモン族とマーブ族の種をロトは2人の娘に持たしたこれがロトがアブラムを離れた結果であろうと信じたいと思う人だけアーメンと主シエ様に送って皆さんの運命が今日鏡を見るかのように今は着てかなくても結果的にははっきりとマップたちに分かれてしまうような運命的な選択を 今のように間違いなくできる信仰に立ちますように、イエスキュトのみなで祝福いたします。アメン。ですから、<laughs> ヨ,ヨナが神のしもべヨナが神のしもべヨナ牧師が今の言葉で言うとヨナ牧師が神様の言うことに聞かないで自分勝手な道あるんで。 神がニネベに行けって言ったのに、自分勝手に自分が好きなところで逃げようと思って、ヨナ牧師がタルシスに向かう船に乗った時に、船が航海を進めれば進むほど、だんだん荒波に襲われてしまい。今にも船ごと海の波に飲み込まれてしまいそうに、いや命がさらされ 命まで危なくなったその時に人々が選択しますよこ。このままヨナと一緒に後悔を続けるか、あるいはヨナを投げるか、すなわちヨナとの関係を切るかを悩み始めます。皆さん、言葉には書いてないけども聖書には悩んだはずでしょ。なんで、一緒に今まで投稿する人間一人を投げるととは、 これ悩まずにこんなことが平気でできるとか今の世の中はたくさん出てきてますけどもでも皆さんは一人をや諦めるのに悩むでしょう虫を潰すかのように簡単にできないでしょう皆さんは少なくても神の人だからよ。世の中の時代の人々の心もそうだったの。世の中を簡単に諦めるとはできなかったの。でも神に逆らう世の中をこれ以上自分たちと共に投稿するように放っといてば。 といっては自分たちの命までも飲まれてしまうん危機一発の瞬間に来た時に彼らはヨナを投げる決心をするんですよなぜヨナの命が共に船に乗っている人々の命を命に変わることはできませんからよアーメンできる人はアーメンと握手をさばきはこのようになるこのように まだ選択をするチャンスがあるときにはまだいいけども、最後にはみんなもう情けようじゃないの彼らがもしヨナを諦めなかったとすれば、ヨナと共に海の波にのまかる、船ごとを飲み込まれて死んで命を失ってしまったはずだと認められますかヨナを諦めるしかなかったのヨ。ナヨナの霊的なちょみの。 領域に共にいては共に滅びるからそこから自分たちは身を引くしかなかったんですよ。懸命な人になりまして自分の礼を守る人になりますようにイエスの皆で祝福いたします。しかし反面、これは何こういうことがすごい大事だろうとは皆さん、聖書的に分かるべきだ。ローマ,にローマの皇帝カイサルに 福音を伝える神の使命を頂い,いたパウロはその使命を忠実に果たすために彼は囚人の身になっても喜びながらローマに行く船に乗りますね。共に270人ほどの人々が同じ船に乗りますしかし途中で後悔しているうちにエオラキロンというポーが吹いてきまして 今にでも船が波にのまれそうになって、もう救われる希望が全くなかったその時に、神の中なしもべパウルに神の御声が聞こえてきた。パウルを恐れることはない。ハレルヤ。パウルを恐れることはない。そして、 あなたと共にこの船に乗ってる全ての人々の命をあなたに任すと。ハレルヤ。この人たち、神のしもべパウロ、神の御心通りに信仰を見せて忠誠を尽くそうとしているパウロと共に船に乗った人々は命を襲う。ポーフがやってきてきも 恐れることはない。なぜパウロの手に彼らの命まで神様が任しておいたからですよ。パウロを守ってローマにまで使わしたいと思っていた神様が船に共に乗っていた人々の命までパウロの手に任してる。ハレルヤ。アメン。彼らはパウロと共に乗っていた船から離れるじゃなくて最後までパウロと共に いるべきだったんですよなぜなんでしょうパウロが神の心を行うしもべ,だしもべでしたからね。見えてきますかタレと共にすべきだタレが乗った船に乗るべきですかドアが乗った船に乗るべきですよ。アメン。パウロが乗った船に乗るべきですよ。ヨナが乗ったような船には絶対皆さん乗っちゃいけませんよ。乗っていたとしましても、 離られるべきですよ。アーメンですかこれはもう発掘してます、はっきりと。発としてのに、皆さん、世の中は神を信じない人ですか信じるい,いですか世の中は神のしもべですか一般信者ですか神のしもべですよ。ならば安心してもいいですか安心できないの。なぜ ヨナというしもべが神の心を行わなかったから。共に行けば共に滅びるしかない。これが皆さんと私が目指すべき霊的な道を見分ける知,知恵であり、知識であり、力であり。ハレルヤ。アメン。主がおっしゃいました。ユダの一生の18日で、聖霊はなく、聖霊。 聖霊もなく聖霊の働きもなく肉の思いによって生きる人々からあなたはあなた方は自らを守って神の愛にとどまっていながら聖霊によって祈りながら神に喜ばれる正しい信仰を作るべきだという意味ですそれから肉の思いで信仰生活している彼らをみんな一緒に火の中から 導き出しなさいえこれ何を意味するんですか聖霊によって神の御心を通りに信仰生活しない人々を火の中から導き出せって言ってる導き出せ。なぜ彼らが霊的に見ると火の中を生きることになってるからですよ。こんなに危ないの。手元二の手紙の3の小節新人は装いながら。 信仰の力を認めない人々から、あなた方は避けなさい、彼らからは避けなさい。イエスの皆を名乗れば全部信者じゃなく、イエスの皆を頂ければ全部牧師じゃなく、看板をかければ全部教会じゃなく、我々が霊的に見分けて避けないと共に滅びる道がある。 を歩む人がいれば命を懸けてまで共にくっついて最後まで行くべき道を歩む人もいるということはっきり悟りますように。あ最近だなくてうちの教会は聖霊によって祈って肉の思いを砕いて聖霊によって祈って神の愛を示して神の心に従って 必ず天国に行くために生まれ変わらないことを教えてよう生きる間には福音の証人として神と神の国を正しく示しよう去ってからは神の国へ行き神の国でも命の冠をいただける国々の王座につくような人々を養成する教科として神様から最初呼ばれたの信じますかですから クの思いのままの信仰を妥協して教えるのを一番警戒するのですから当然霊的にまだなってない人々生まれ変わってない人々はこういう説教を聞いたらまず警戒心を覚えるあ厳しいなと思うのついていくのが大変だと思うのですからまずは一歩下がってひと回りちょっと離れてから 悪い言葉で言うと、ここじゃなくても、ここじゃなくても、教会はいっぱいあるよ。新橋には一つあるんだけども、他に行けばいっぱいあるよ、教会は。こう思って離れていくの。しかし、時間が経つと、上川木を感じた人々は戻るの。霊的に悟りを得始め、上川木を感じた人々は、下辺たちも死んだたちも戻ることになってるの。しかし、 ロッドのように最後って連れ出すまで陸の思いにふけている人々は離れてよかったと思う最後まで最近うちのメッセージを映像で YouTube などで聞く人に聞くようになった人々がロットの生活を清算して出てくるのそこから出てくるの。 避けるために滅びから避けるために出てきて、うん、ラブコローしてくる人々が今増えてますよこういう時になるまで牧師は忍耐をしないといけなかったのなぜ肉の思いしか持ってない人々は喜ばれませんからよしかし霊的に悟りを得始める人々霊的な上えきを覚えてる人々は命の水を得るようになるしかし どちらかというと、神がおっしゃいましたね。命を、水を本当に求める人の数は、うんと少なく。空っぽになって集められて、火の中に投げ込まれる人の数は、ほい。山のように積もる。こういう中で、一日二日で結果が出ない、霊的な戦い。忍耐が必要なんですよ、忍耐が。ハレルヤ。しかし、どちらかといえば、運命を左右する。 運命を左右する皆さんの霊的な信仰生活においての選択。今の感覚的に、気分的に、感情的に、気持ち的に、信じない人々が喜ばれるような、信じない人でも喜ばれる、信じない人でも理解できる、そういうレベルでの信仰生活にとどまっていると。 ついには、アフリトる日突然、ロトとロトの家族の祈り、全人類が滅ぼされる中でも救われたノアの家族のようになるのは難しいです。ハレルヤ。自分は信者だと思って、陸の自由が許されたところで、ソドムと小らで、これがイス様を信じたら、こんな肉体的にも豊かになったと。 それが信仰の目的であるかのように勘違いしている。けど生きているある瞬間に、突然そこから出てきなさいと最後の通告が来た場合に、それに喜んでアーメンができる人がどれくらいいるでしょうかと。ハレルヤ。ロトが、アブラムと一緒に住むのが救急車で狭くて、 多少お互いの間で争いが起,き起こるとしましても、それを我慢して、アブラームの冷静の中に留まっていたならば、ああいうにあっけなく悲惨に滅びて、家族全体がバラバラになって滅びてしまうようなことは、まずなかったで、はずでありますよ。信じますか信じますように。ハレルヤ、うん。こういう説教には疲れますね、みんな大変。 ああじゃあちょっと隣を励ましてあげてくださいあなたを信頼しますあなたを信頼します、うん、あなたと一緒にいても大丈夫でしょうもしかしたらロットのようになるんじゃないの、うん、みんな一緒にちょっと疲れても感傷が多くても霊的に理解ができなくても アブラハムと共にいた時が、よかったじゃないのアーメンでつきますロトが、ロトの信仰がアブラムムの足元も及ばぬ信仰だったから、疲れてたから離れてたわけ一緒にいるのが、うんさかいが起こるだけで、いちいちぶつかるから。 自由に生きるために跳ねていたの。でも、アブラムと共にいたときは良かったんですよ。アメン。<う>隣に誰が座っているのがすごい大事なの。なぜ霊的な環境だからそれが。隣の人が霊的な環境なの。うん、アメン。なんで二ブにも残るの一言言われたら行きたくなるの、帰りたくなるの。ああ、二部横でよかった。 残ってよかった。一言言われたら、俺もやってみるかな。気分が変わるの、気分が。一部やったでしょ、もう帰ろう。帰りなさい。帰るのに加速とかつくの、加速とか。一言言われた。誰に何を言われるかによって気分、感情が全部変わるの。晴れるや。礼的な言葉をまかれたら隣人に、初め聞くときは耳にタコができたよ。もうあんた、100回目だよ。 でも聞いてるうちに自分の霊が喜ぶの。買い物した話ばっかり、彼氏に会った話ばっかり、映画見た話ばっかりしてる人と会うと楽しいんだけども、でも近が経ったら自分の霊性がいつの間にかロットのようになっていきますよ。理解できますかあそこへ行けばおいしいよ。俺怒るからと。怒るから。こういう怒るからついてこい。 ってってんでしょこういう時が。そういうところ共に歩き回ったらついには自分の礼は衰弱していきますよ。ああ礼拝疲れるし、祈怒会も疲れるんだけども、無理やり半,半分行政的に連れてこられて、最初は祈りもできない、賛美もできない、見事は聞くのは辛い人々が。 心を開いてどんどん挑戦していけばついには一つの間にか霊的な人に生まれ変わって、ね、あうちのすごい証しがありましたねあのイエジュくん小さい子供イもジュくんがこの間言いましたよ私は天国行くからお母さんは教会で仕事してこれせ霊の声ですよせ霊の声。 天国も何も知らない子供が私は天国行くからお母さんは教会で仕事しなさいってこれなんですかああいう子供でも教会来てたら天国行くお母さんは仕事しろこういう話ができるいつの間にか彼よりも数倍も年が多い人でも天国教会知らないのにいっぱいねあの子供が教会来てるうちに天国が分かるなんて 自分は天国から行くからお母さんは準備できないから教会でもっと仕事してから来なさい。こういう意味ですよ、こういう意味。神はロバ、ロバ、ロバ神はロバの口まで開いて見言葉を伝える方なんです。アーメンできますなおさら子供の口を開くのは神のやり方の一つなんですよ。これはお母さんだけは聞くべきじゃなくて、皆さん全部が聞くべき話であろうと信じますように。 アメンイエズンのようにいつでも天に行ける信仰の準備ができますように、イエスの皆で仕事いたします。風の頼りでもなくイエズンの口を神様は用いたのうちの教会へのメッセージなんですよ。アメンですかこの世で長く生きて仕事を繁盛するのがいいですかあるいは天に行った方がいいですか

正しく決めてくださいよ。アめン、うん、そして、ああ、これは神の霊に導けられる信仰生活じゃないなと思えば、すぐ手を引いてくださいよ。そして、そういう人々と共にいないで避けなさいよ。うん、避けて、火の中からそういう人々も導き出すべきです。自分はもう避けて導き出すべきですよ。アめんです。 自分もともに同じ船に乗っていながらだとお互い様倒れますよ。自分は先に気がついたら先に避けてそれからその人を救い出すべきですアあめ、うん。酒を飲む人を転倒するために自分も酒飲みになっちゃいけませんよ。あめんです。 酒飲む人をつきあって、酒飲む人を救うために、自分も酒飲みにお酒、お酒飲みになったり、いろいろあるで全部すべての分野で。それが愛だと勘違いするといいんですよ。自分はまずそこから出てきて、それから救い出すべきだ。アーメン、ええ。皆さんはアブラムの船に乗るべきだ。ノアの船に乗るべきだ。陸大は疲れても。 永遠なる命の安全のために、そういう選択がえ未練なくできる人になるべ未練なく。ロトの妻のように未練がかましい人は大変難しいの。ちょばり一発で決断を下ろせる人になりますように。ああ、これじゃないなと思えばすぐその,かその船から降りてきますように、うん。もう天道の仕方も確実にしないといけない確実に。なぜかというと、すべてを認めるわけにはいきませんから。 この間さっき今日のテーマを言葉を受けて私この間相談した人に電話するつもりですよそこから出てきなさいと強く言われましたよそこで祈りながら最後まで戦うんじゃなくて早く出てきて自分をまず救いなさいと意味分かりましたかまず自分を避けてそこから救い出すべきだでは祈ります